松平信領は、文後きつ藩の、第九代藩主、農見松平屋十五代。第八代藩主、松平信民の長男。母は、側室と言われている。文政八年十二月二十九日、父の死去により後を継ぐ。文政九年十一月十五日、将軍、徳川家成に配越する。同年十二月十六日、十五位下、川内守に助任する。 後に、津島守る、大隅守るに改める。天保13年7月25日、総社番に就任する。文久2年ウルー8月23日、総社番の役職が廃止となる。同年12月16日、14位下、中塚佐大輔に昇進する。文久3年10月22日、総社番に、再び就任する。現時元年十一月十九日、 自社奉行の兼任を命じられる。慶応2年6月15日、自社奉行を解任される。慶応4年2月22日、総社版を辞職する。親用自身は幕閣に加わったことから砂漠派であり、慶応2年の第二次長州政罰においても、協力的であったが、藩内では、尊老上位派と砂漠派で分裂して対立が続いた。そのため、慶応4年3月24日、 ようやく上落し、明治天皇に廃越した。そして、同年4月9日、長男の親高に家督を譲って隠居した。明治24年2月3日、82歳で死去した。ありがとうございます。